急行券とは、列車やバス、船舶などの急行運転を行う者への乗車に対して、運賃とは別に料金を徴収するもので、その料金支払いの商標である。急行料金を定めている運輸機関について、当該料金を収受し、急行列車等による輸送契約が成立したことを証紙交付される。急行列車等の利用時に追加で購入し、 必ず乗車券と共に使用する。JR における急行券の例。単独の急行券では座席を指定しないため、しばしば指定席券と同一券編で発行される。国鉄時代のマルス発行の急行券の例。指定席券と同一券編で発行されたもの。国鉄時代の後券の急行券。赤いラインが2本入っていた。国鉄時代の準急列車にも、 準急貢献を必要とした赤いラインが一本入っていた国鉄時代の急貢献日本交通公社発行鉄道においてはその利用に際して旅行の対価として普通列車等に通用する乗車券に対し到達時間の短縮や特別な客室など追加的なサービスの対価として購入する料金券の一種である JR 線の場合 旅客営業規則上、急行列車とは普通急行列車と特別急行列車の総称であり、急行券についてもそれに準ずるが、一般に急行券と呼称する場合は、全車に通用する普通急行券を指す。以下、これを踏まえ次のような用語法により述べる。急行券の購入により、急行列車の普通車自由席を利用できる。急行券には、 座席指定の効力はない。急行列車の普通車指定席を利用する場合は、急行券に加え指定席券を別途購入する必要がある。なお現在、急行列車は多客機の臨時列車のみのため、急行券の発売は、当該列車が運行され乗車する場合に限定される。またかつては、急行連絡船に存在したホバークラフトや、 高速定による急行便に乗船するときに必要な連絡線、急行券や急行を称したバスを運行していた白鳳線など国鉄バスの一部路線ではバス急行券も存在した。共に座席指定ではないが便名を指定して緑の窓口で発売されていた。私鉄における急行券の例。なお、右側の南合図号は現在は廃止され、 東武鉄道の有料急行列車は特急に格上げされている。JR 線以外の施設では急行料金の定めがなく、急行の種別を乗車券のみで利用できる速達列車の一種であることが多い相当が急行料金を定める一部施設の急行列車も存在する。その場合、急行券において座席指定が合わせて行われることがある。 JR 東日本旅客営業規則による大人の普通休校料金を示す。ただし、金額は例外を除き、JR 各社で共通している。賞には半額。なお10円未満の波数が出た場合、切り捨てる。ただし、以下の場合にはこの料金を使用せず、特に定めた金額となる。下記の区間においては、自由席特急料金が休校料金よりも、 安価に設定されているためであり、この場合、急行料金と特急料金は同額となる。乗り継ぎ料金制度により、新幹線、青森、函館各駅及び四国の特急、急行との乗り継ぎ割引を利用できる。遅延したため、地払い証の文字が印刷された、切符乗車した、急行列車が2時間以上遅延した場合、急行料金については、 全額が払い戻しされる。特別急行列車は、制度開始当初から、合成作上前車指定席での運転を行ってきた。その後、全国的な特急列車の増発に合わせて、自由席の設備が設けられるようになったが、自由席の利用については、従来の特別急行券の両額から、座席指定券送等額を差し引いた両額で、自由席特急券を発売することとなった。 これは、休行料金制度の経緯と逆であるが、この際が顕著に現れるのが、列車遅延時の取り扱いである。旅客営業規則第289条2項により、規則上の休行列車が2時間以上遅延した場合、規則上の休行券は、全額払い戻しとなるが、休行列車と特急列車とでは次のように扱いが異なる。この他、指定券を購入した列車に乗り遅れた場合の、 取扱いも異なる。ありがとうございます。